どうも、皆様、お久しぶりでございます。私が、カズです。最近ね、1類の現場からやってたんですけども、今回からですね、どうだろう。大体3ヶ月ぐらいの企画になるのかな？クラッシュ。クラッシュオブクラーン。はい、別名、クラクラでございますけども、さあ、早速検索でございます。出てまいりましたね。はい、実はですね、これ雲マークついてるんですけども、いつだったかな、もう多分1年ぐらい前の話になるんだけど、1年ぐらい前、実はね一回やったことあったんですよ。ただね、よくわからなくて、やめちゃったという経歴がございます。今回はですね、三日坊主にならないよ、ちょっとね、いろいろとやってみたいと思います。はい、では開くと、はい、早速スタートいたしましょう。懐かしいね。カズ CH チーフの村をロードしますか。いや、今回はね、新しく始めたいということで、キャンセルでいきましょう。こちらが新しい村です。可愛らしいでしょ。まずね、ちょっと、チュートリアルの方を進めていきましょう。もうね、どうなってたか忘れちゃったなぁ。なんかね、このクラクラの世界、早速村を守りましょうですって。大砲を配置、大砲を村の真ん中に置いて、作りましょうと。わかりました。接着している場合じゃありません。はい、なるほど、思い出してきましたよ。強い強い、大砲強い、大砲強い、大砲強いよ。次はウィザードで助けにくれましたゴブリンの村を破壊しましょう。あれか、倍返し的なやつでございますね、これ。ちょっと倍返していきますか。何もないとこ複数タップして、ユニットを配置しましょう。わかりましたよ。はいはい、倍返しですよ、倍返し。さあさあ、どん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 いきましょう。よし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 、強いね。強いわ強いわ、もういける。よーし、ゲット。あら、前もこんなサクサクいったっけな。わお、お見事です。では村を戦える状態にしていきましょう。大工の小屋を2つに増やせば同時に2つの建物を。あー、そっかそっか、これは大工の小屋、なんかいろいろ建物の種類があるんだよね。な、次はエクスターポンプを、こんな感じで配置するんだね。じゃあ、ここに立てば。はい、チュートリアルが終了いたしまして、もう自由タイムの方に入りました。ただね、もう今ね、ちょっと今これ鍛えてるとこなんだよね。多分ね、これ、お金の力？このエメラルドを使うことで、パッとできることはあるんだけども、これやると、これ多分エメラルド後々困るんでしょうね。まだね、1分あるから、ちょっとどっか行ってみましょうかね。どうしよう。ここ行こうか。攻撃って書いてある、ゴブリンの前線基地。越せるかな？10体います。10体でクリアできるかな？だよね。まずは、敵の戦力、分析するんだ。全力で。あのドクロはなんだろうね、これ、ドクロマーク。余裕があったら、ドクロマーク行ってみよう。な、ここに、いけるかな ?1、2、3、4。よし、こっちもだ。敵を。いけ。あー、まずい。変なところに分散してしまった。持ってくれたんだけどな、この10体で。いけいけいけ。あん、兵士がいなくなっちゃったよ。ちょっと訓練所で、ユニット訓練か。いやー、やってもたー。よし、混んでいいんだろ。あー、こうやって一体一体ちょっと待つか。まだまだ僕には時間はあるからね。あ、気がつけば大工さんがもうお手すきのようですので、どうしようかな。アップグレードにこんなにかかるのか。
アップグレードしたいよ。イケス、イエス。どん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 パワーアップさせていきましょう。イエス。よーし、またすることなくなったぞ。ならさっきのもあともうちょっとだったんだよな。10体12体いけばなんとかなるか。ならちょっともうしばらく待ってみたいと思います。よーし、こんで12体になったかな。ちょっと数えてみよう。右から1234、動くな。動くな。ちょっと1234567899。わかんない、わかんない。あと1体だけいったらリベンジ行こう。リベンジ、よし、早速行こう。攻撃だ攻撃。さっきはね、惜しかった。こうやって拡大してやればいいんだよね。この上のこの今ゴブちゃんが行ったところに集まっちゃったのが問題なんだよ。ここら辺に行っとけばちゃんと向かうね。よし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 、今度いける、今度いける。よし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 、いいよ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 。あと1体ここにちょっと出してみたい。あ、墓は関係ないのね。頑張れ頑張れ。おお、強い強い。今回余裕じゃないか。ていうかすごいもったいない使い方しちゃったな。1234567、8体だよ8体。1人25円だから8×0、85、200円。違う、200円じゃないよ、1000円か。1000円分も使っちゃったんだね。394ポイントを手に入れるのに投入したユニット、あ、13体だ。13体だと OKOK と兵士がやられまくっちゃったからね。またちょっと訓練でちょっとこれやっとかんといけんわ。これいっぱい兵士作っとこうとみがいつく。よし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 、どうしよう。ちょっと次の場所を見るだけ見てみよっか。次大砲2個、ほんで上の門を破らないといけない。これ 6体のあれで いけないやつだわこれ。まあ今回はね、最初だからこんなとこで終わっておきましょうかね。まああとね、この8分もあればね、これらがポアップしてじゃんじゃんとね、まあお金とか、このルナじゃないよ、これなんで言ったらエリクサーか、エリクサーが溜まるようになるからね、この村が強化しやすくなる。多分ね、次の更新までに多分この村がすんごい栄えるようになってるような気がするですね。また生まれたわ。はい、とまあ本日はですね、まあこんな感じで終わりたいと思います。こちらですね、Android、iOS の両方でプレイできるようになっておりまして、まあ皆さん CM 見たことあるからね、よくこのクラクラご存知でございましょう。僕もね、今初心者ということをやってるんですけども、昔はね、全然わからなかったんだけど、今回ね一応ね、少し下調べしてからやったらね、そこまでございました。まあ基本はね、待つゲームでございますね。こうやって少し少しどんどん鍛えて、それで力が強くなっていったら、すごい場所ね、さっきのこういうところとかに攻撃を仕掛けていろんなものを奪い取るという。まあでもね、このカズクラクラですね、やるからには、今回めちゃめちゃ強化していきたいと思います。ほんでまた近々ですね、クランというものもこれだよね、これ1万円もかかるのこれ。しかもクラウンの破壊だね、クラン城の。ちょっとね、まだクランのお城の建て方とかも調べきってないんですけども、またですね、ショップ中やのか、クラン城みたいな。まあまあまあいいや、また今度調べてみます。いつかはね、クランを作って、ほんでね、すごいチームでいろんなところに挑んでいきたいと思います。ではね、これから2、3ヶ月後、ちょっと楽しみにしていてください。それまでの間にもですね、何度も更新するのでお楽しみに。ではまた次皆さんお会いしましょう。バイバイ。あ、よう。